ゴールデンウィークの実況動画。はい、どうも、赤トゲメットです。ゴールデンウィーク企画、星のカービィスターアライズ実況プリ始めていきたいと思います。今日は5月4日の7回目ですね。いきましょう。 21%、ストーリーモードいきます。前回はこのポップスターのどこら辺だっけ、まあこの辺、リーフシールド、エコーゼッジ、ネキッドナチュレ、セイントスクエアーズあたりかな、この辺をクリアしました。今回はポップスターの残りのステージと、ジャマハルダの最初のステージくらいをいければいいかなと思います。いきましょう、ポップスター。さてと、まずドリームシンでいきますか。さあ、今日はどんなキャラクターが来るかな。おっ、リック・カイン・クー、ようやく使える時が来た。行こうぜ。なんもねえわなんもないわ。さて、新しく出たステージが、まず一つ目がインサイド・アライ・アイランズインサイド・アイランズですね。いきましょうか。コピーの元を使おう。さあ、懐かしい曲。お、スパイダー、スパイダー華麗に捕獲だ、スパイダー迫り逃さず、まさにザ・ハンター。糸で繰り出す妙技の数々、ブヨンと糸をあたりに仕掛けてフレンズ弾めよ、ハイジャンプ。糸糸技を使うぞっていう感じですか。糸だ糸だ、リック。お、すごい、おお、リックリック、むずいな。クークー、大丈夫か、クー大丈夫か、クこれ取った方が良さそう。よし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 、慣れないな。せず行こうか。うわ、糸技強い。急げ、フレンズにはならない。ピースピース。あ、どんどん足場来るんですね。これはなんだ、誰か雲。お、ボヨンガフレンズ、無敵だ。めっちゃピース、いいっすね。こんなもんかな。行きましょう地味にリック・カインク死にそうなんだよな一人作っとこうか。ユモ、ユモじゃない、コモか。よし、次行ってみよう。おっす、うまい。この先はないかな、何もなさそう。そのまま行こう。お、ジャンプだ。よし、ナイス。
お、欲しい。やばい、めっちゃ上行っちゃった。しゃなし。お、空は風だ。ウィンガボム、ほいっと。いてえ、これ軌道が出るんだな。ナイス。でも回復は欲しい。回復ないか。リックかインクが死にそう。やばい。乗る。うえ。みんな死にそう。死なないで。お、持ってると浮き上がる不思議なボムだ。うん、スプラ。ナイス。よし、行こうか。待って、死ぬ。どうしようか。解雇。よし、食べ物回復だ。かわいそう。ピースピースピース。この上はないかな。さて、まあ大丈夫だろう。コンセはあるのかな。これはバリッカボム。強っ。感電したぞ。強い。強いな。水は大丈夫かな。お、つけてくれる。さあ、バリッカ。ビップ、ビップにもつくんだね。爆弾置いちゃった。味方には当たんない。フレンズアタックなし。なんだここ。ブリッパー、ブリッパー。当たっちゃった。ブリッパー、スクイッシー。お前はなんだ。お前名前知らん。すまんな。あ、倒すんじゃねえのあれ。水中でも雲が使えるんですね。回復。大丈夫か。みんな回復してる。さあ、ここは。お前なんて言うんだっけ。名前忘れたわ。すまんな。あんまカービィすごい詳しいわけじゃないからな。リッパー。カービィ64とかでは見たんだけど。あいつ、いっぱい出るな。めっちゃ出るな。でかいやつ。イエーイ。ナナプー。さあ、スイカを取って。回復回復。行こう。このザリガニさん、ザリガニじゃねえ、ヤドカリさん。ヤドカリの名前もなんかちゃんと思い出せない。既視感もある。さあ、ここは宝箱だ。めっちゃいいのが出る。ノットフレンズ。悲しい。木の上で寝てただけなのに。悲しいな。人ごと。お、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 あいつは
りたーい。あいつ絶対ねえ、クラッシュ、捨てて、クラッシュパンでいく、デンジャーデンジャー、最終兵器ドカンと一撃ぶっ飛ばす、フレンズ巻き込み、みなパニックだ、ガチャガチャいじって貯めればもっとデンジャー、大パニックだ、やべえ、 B をすごいやるパニクルラッシュ、これは味方ごと滅ぼすやつ、モロハの剣。さあ何が待つ、乗れない、まさかここじゃないよね。コピー能力かな、使っていい？お、来た。パニクルラッシュ、今振らないといけなかった、すごいすごい語彙力。コピー能力がなくなったか、まだあったらどうしよういっぱい出るね、めっちゃ出る、ナイス、こんなとこ、多分こんなとこゴール。なんか盛りだくさん、敵がいっぱいいたね。どうですか、危ない、イエーイ、いい感じですね。さあピースもそこそこ集まってきましたね。そしてレアなピース、いいよいいよ。インサイドアイランズクリア。あ、ちょっと待って、取った、大丈夫大丈夫大丈夫、取り逃しはなし、大丈夫です。さあ行きましょう、ダブルスドリームス、エクストラステージ2つあるんですよね。さあ行こう、上昇気流すごい必死に、どうしようか、懐かしい音楽だこれ、チリはここはいらんかもしんないな、雪より炎があった方が良さそう。来た来た来た、メラーガウィップ、このチップチューンの音楽いいですよね。おっと、これはスイッチを全部集めろって感じでかな、全然上がれない、上だ、なんか出た、あ、門が開いた、やばい、すごい体力削られるやつ、炎がいる。さあ下行くと奥が開く、ピースも取れるぞ、いいっすね、順調順調。おお、ここも懐かしい音楽だ、何の音楽だっけ、聞き覚えしかない、うーん思い出せん、スパデラではあったスパデラではあったな。さあ行きますか、あっす、なんかあるかな、なんもないなんもないなんもない、死ぬ、ここもなんもないかな、下行きたくなる、タッチ、
ビームちょ、暗いすぎだな。バグジー死にそう。画面外いけるかこれ。画面外無理だな。しゃなし。さあタイミングを上がっていきますか。なんもないか。下見えない。そのまま行こう。なんかありそうな予感。おう飛んでいこう。よし、安全に行こうね。たこ焼き死ぬな、今世死ぬなよ。飛んでいこうな、飛んでいこうな、安全に行こうな。バグジー、あー回復、なんとか回復。ぐだってるよ。さあレアなピースあり。これはあーね、あーね、上を押せ。ほい、プラズマじゃんこれ。炎をこうしてこの下から2段目からキャッチしろという感じですかね。イエーイ、レアのピースこれは一番下を壊すと鍵が落ちるぞっていう感じですかね。今世微妙な体力だけど、まあそのまま行こうか。さあ行くぞ。アイテムキャッチできますからね。危ない。何が危ないって、これ CPU を制御できないのが一番怖いまあこの人は何もないでしょう多分。よし、さあまた風の強いステージ。トゲだ。何もしなくても運んでくれる。死ぬな、死ぬな、死んだ。よし、ピースゲット。ワドとどめを刺すひどいなぁ。さあ、なんかスイッチがあるぞ。押すか。こっちに回復。おい、こいつはフェスティバルか。フェスティバル、フェスティバルゲート。クリーンがいる。ここもなんかさっきのクラッシュみたいな感じかもしれない。あいえ、忍者、忍者はコンセプト。フェスティバルは B だっけ。 B ですね。フェスティバーンを使いましょうか。スイッチ、お、フェスティバル、フェスティバル。何も大きんかったよ。よし、違う、まずは倒さんとダメだな。もう倒したんだよな。煮込みフレンズ
お前が欲しい。どうしよう。バイオスパーク。そしてアイテムがたくさん出る。ピースもいっぱい出る。さあゴールへ行きましょう。イエイ。今回は色塗りはなかったんですね。またすっぴんになってしまった。また危ない。いいですね、ピースをたくさん集めています。集まってきてますね。そしてラナピース、ちょっとずつですが集まってますね。さあこれでトップスターは全部ゲットですかね。見えるものはとりあえずゲットしました。ジャマハルダー行きますか。ジャマハルダー行くぞ。暗黒要塞ジャマハルダ。おお、なんでしょう、また雰囲気変わってますね。エイモンへの道。あ、突然なんか雰囲気違いますね。行きますか。ノットリオン部。コンピューターに下を押しながらジャンプで乗るとノットリオン部。何それ、やれと。お前はなんだ。痛い。エスパー、エスパー ESP。 念じて消えるよ、マジ奇跡。上で念力、何かを動かす。未来を呼んで見極めカードだ。念力放射で電撃ダメージ。行くぜ。 OK、 エスパー少年。あれじゃん、マザーのネスじゃん。サイコキネシス、サイコムーブ、エレクトリカルムーブ、バニッシュ。どっかで見たことあるんだけど。気のせい。石。ノットリオン部ってどうやこれ。下を押しながらジャンプ。仲間の上からジャンプした。これちゃんとやりたいんだけど。仲間の下からジャンプか。待ってくれ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 。あ、来た来た。あ、来た来た。一番下のキャラの攻撃ができる。どうしようか。なんか根気あったよね、この状態。てかブルームハッター見れる。すげえ。そして、音符中に LR を押して仲間と同時に話す。せーのでドン。音符中に上ワイナが押し、むずいな。すごい、降りちゃった。なんか微妙な形で降りちゃった。吸引して、ほい。バキューマフレンズ。そっちには何もない。すごい、PK フラッシュだ。PK フラッシュじゃんこれ。ミュウツーなんだが、完全にミュウツーだった。ちょっと待って、あいつは欲しい。いなくなってしまった。
めっちゃ移動できるな。いけるあー危ない。いて、じゃあビビってや、頑張って。ここになんもないよね。あったらちょっとあれだったわ。行きますか。なんもなさそう。さあ次、ちょっとブルームハッターさんに託すか。違う、間違えた。こうしてこうかで、ブルームハッターを解雇。さあそのまま行って行きましょう。ビームビーム、これも見てないか。ビリビリ放つ電撃攻撃、撃てばサイクル、飛べば放つよ、パワーアップしたマシンガン、素早く撃てちゃう波動ビームだ、フレンズの武器にもバリッと感電って感じ。一応第3話のおまけで見た感じ。ツタか、ここら辺は 3DS のゲームでやった気がする。これこれをなんかファイターズとかでやった気がする。みんなでハンターズ Z とかでやった気がする。イエーイ、強いなビビッティア、好き。これは電気がいる。いや間違えた、こうじゃないな。こうして電気を通す。いいですね。回復、回復出たけどいいか、こんぐらいなら。こうやって出んのかーい出んのかーい。目は何もなさそう。そのまま行くとスカーフィー、シリ、シリいるか、シリいるっぽい。さあ来て、そろそろ特定のコピー能力がないと進めないステージとかありそうなんだけど大丈夫かな。マイク、マイク、マイクはどうしようか悩む。自分取っちゃうんだもんな、画面から消せねえや。そのまま行くか。次、おっとその手には乗らんぞ。こっちには何もなさそう。落ちちゃった。ちょっと不手際。そのまま行くぞ。登ってよさそう。お、メロンサイダーとレアなピース。ナイスキャッチ。最近ビビッティアが好きすぎてやばい。強いな。エスパー見逃さない。よし行くぞ。さあここはリセットができるとこ。はい、アーティストになろう。これさ、こういうことできるよね。やべえやつ、やべえやつじゃんこれ。
ダッシュ B、下 B など下上 B の B。 あ、なるほど。フードデルペインターの後 B を押す。あ、違うな。このスカルプチャーの後に B は何だその後何だ。あ、これだ。メタナイト？ででだ。これがスカラプチャーかな。その後情熱の破壊があるんだけど、なんだろう。あ、違うな。これ下 B だな。これただの下 B だ。下上 B か。下上 B。あ、すごい。持った。きっつー。すごいな。これで殴る。物理。落ちそう。めっちゃ不思議な力でビビってやおいてんだけど。これはゴール？違う、敵か。いきますか。お、来た。悪しき心。閉ざされる扉。そして出る。コン&コン、アウンの50。あれだ、ロロロとラララの感じ。すごいな、本当にロロロとラララじゃないかこれ。いけ。アーティスト楽しいんだけどそこにいるか。あ、なんだそれ。お、途中までやったぞ。代理形態。お、どっか行っちゃった。上にいる。増えたー。行って。氷が出た。捨てちゃったー。こいつさ、吸えない。吸えた。ファイヤー。火炙りにしてしまった。火炙りどっかで聞いたようなお話だがマイナス。ちょっとコンガしやられちゃったけど。おめで、倒しちゃったな。お、最終形態。違う、一人やった感じ。あとちょい。ただの狐とタヌキだった。仲間にしようか。これは普通に開けてくれた。よし、ビビってや一人吸っちゃったけど。絶対悪いやつらじゃねえ。悪しきはハートですかね。さあ、埋まったぞ。そしてなんか門の扉が出た。エイモンへの道。
門が開いたってことですね。東の幕壁広いね。上の方とかもありそうだよこれ。はい、というわけで今回はこの辺ですかね。なんか雰囲気違うねよし戻ろうか。というわけで暗黒要塞ジャムハルダの攻略を開始しました。この先どうなるんでしょうね。楽しみです。はい、というわけでスターライズ実況プレイ今日はここまでです。何でしょう、あと2回ですか。あと2回でどこまでいけるんですかね。いやージャマハルダ攻略ぐらいまでですかね。ゴールデンウィーク中はそんぐらいで終わりそうですかね。というわけで今日はここまでです。ここまでです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録などよろしくお願いします。